かな、クリフォトの感想は。噂通り気持ちのいいところじゃない。天は正気と外角大地に覆われ、大地はむき出しのマントルの上を液状化した地殻の一部が流れている。およそ人間の住む場所ではない。じゃあなんでこいつらはここに住んでるんだ。あんたらも外郭へ移住したらどうだ。知っているだろう、我らには監視者の役目がある。この土地を離れるわけにはいかない。監視者って何を監視してるんだ。タルタロスを外郭に上げること不可能ではないらしいな。タルタロスにパッセージリングと同様のホニム活性化装置を取り付けた。一度だけならアクゼリスのセフィロトを刺激して再びツリーを伸ばすことができるだろう。セフィロトツリーに乗せられる形で外郭へ上がるんだな。さよう。しかしそこまでしてあの陸艦が必要なのか。必要だから言っている。わかった、では今すぐにタルタロスへ移動するか。移動する。では行こうか。これだけの陸艦をたった4人で動かせるのか。最低限の移動だけですがね。ねえ、セフィロトって私たちの外郭大地を支えてる柱なんだよね。それでどうやって上に上がるの。セフィロトというのは星のフォニムが集中しセルパーティクルが吹き上げている場所です。このセルパーティクルの吹き上げを人為的に強力にしたものがセフィロトツリー、つまり柱です。要するにセルパーティクルに押し上げられるんだな。一時的にセフィロトを活性化し吹き上げたセルパーティクルをタルタロスの帆で受けます。無事に行くといいのですけれど。心配するな、始めろ。うまく上がれたようですね。ここが空中にあるだなんて信じられませんわね。それでタルタロスをどこへつけるんだ。バンが頻繁にベルゲンドの第一音機関研究所へ行っている。そこで情報を収集する。首席総長が。俺はバンの目的を誤解していた。奴の本当の目的を知るためには奴の行動を洗う必要がある。私とイオン様はダートに返してほしいんだけど。こちらの用が済めば返してやる。俺はタルタロスを動かす人間が欲しいだけだ。自分の部下を使えばいいだろうに。それはできない。俺の行動がバンに筒抜けになる。いいじゃありませんの。私たちだってバンの目的を知っておく必要があると思いますわ。ナタリアの言う通りです。イオン様がそう言うなら協力しますけど。私も知りたいことがありますからね。
少しの間アッシュに協力するつもりですよ。ベルケンドはここから東だ。さあ手伝え。確かベルケンドはあなたのお父様の領地でしたわね。昔二人でベルケンドの町は南だ。行くぞアッシュ。
お前さんはルーク、ヤハッシュか。はっ、キムラスカの裏切り者がまだ抜け抜けとこの町にいるとはな。笑わせる。裏切り者ってどういうことですの？こいつは俺の誘拐に一枚噛んでやがったのさ。まさかフォミクリーの禁忌に手を出したのは。ジェイド、あんたの想像通りだ。ジェイド、ネクロマンサージェイド。フォミクリーを生物に転用することは禁じられたはずですよ。フォミクリーの研究者なら一度は試したいと思うはずじゃ。あんただってそうじゃろう、ジェイド・カーティス。いや、ジェイド・バルフォア博士。あんたはフォミクリーの生みの親じゃ。何十体ものレプリカを作ったじゃろう。否定はしませんよ。フォミクリーの原理を考案したのは私ですし。ならあんたにわしを責めることはできまい。すみませんね。自分が同じ罪を犯したからといって相手をかばってやるような傷の舐め合いは趣味ではないんですよ。私は自分の罪を自覚していますよ。だから禁忌としたのです。生物レプリカは技術的にも道義的にも問題があった。あなたも研究者ならご存知のはずだ。最初の生物レプリカがどんな末路を迎えたか。わしはただバン様のおっしゃった保管計画に協力しただけじゃ。レプリカ情報を保存するだけなら。保管計画？どういうことだ？お前ちゃん知らなかったのか？いいから説明しろ。いえ、ぬ、知っている者とつい口を滑らせてしまったが、これだけは言えぬ。バンはレプリカ情報を集めてどうするつもりなのでしょう。そりゃレプリカを作るんだとは思うけど。ワイオン教室に行く。西のラーデシア大陸にあるという洞窟ですか？でもどうして？レプリカについて調べるつもりなのでしょう。あそこではフォニミンが取れるようですし。それに。それに？まあいろいろと。ラーデシア大陸ならキムラスカ領、マルクトは手を出せない。ディストはもともとマルクトの研究者ですから、フォミクリー技術を盗んで逃げ込むにもいい場所ですね。おしゃべりはそれぐらいにしろ。行くぞ。行った方がいいんですか、イオン様？そうですね。今はおとなしく彼の言うことに従いましょう。俺は降りるぜ。どうしてだ、ガイ？ルークが心配なんだ。あいつを迎えに行ってやらないとな。呆れた。あんなバカほっとけばいいのに。バカだから俺がいないと心配なんだよ。それにあいつなら立ち直れると俺は信じてる。ガイ、あなたはルークの従者で親友ではありませんか。
本物のルークはここにいますのよ。本物のルークはこいつだろうさ。だけど俺の親友はあのバカの方なんだよ。ガイア、ありがとう。迎えに行くのはご自由ですが、どうやってユリアシティへ戻るつもりですか？ダートの北西にアラミス湧水道って場所がある。もしもレプリカがこの外郭大地へ戻ってくるならそこを通るはずだ。悪いな、アシュ。お前があいつを選ぶのは分かってたさ。バン幼少から聞きましたってか。まあそれだけってわけでもないんだけどな。どういうことですの？なんでもないよ。それじゃ。ルーク、止めないのですか？その名前で呼ぶな。それはもう俺の名前じゃねえんだ。さっさと行くぞ。ガイのこと止めなくてよかったんですの？やつの好きにさせればいいさ。お前もあのレプリカのところに行きたければいつでも行くんだな。私は迷いもするでしょうね。ルークがレプリカだからといっても、彼と過ごした7年という時間や思い出は
消えたわけではありませんから。まあそれはともかく、害が抜けてしまったのは戦力的に不安ですね。ワイオン教窟にもきっと魔物はいるでしょうし。もう害の話はするな。魔物ぐらいあいつがいなくても俺が蹴散らしてやる。おや、こちらのルークも害がお気に入りでしたか。お友達に出て行かれて寂しいですね。うるせえ。うん、微妙に性格も似ていますね。理論上はありえませんが、育った環境が似ていればこうなるのかもしれませんね。